ファーミングをローカルで再現したものアドレスには Wikipedia 日本語版のアドレスが書かれているが表示されているのは Google の画面であるファーミングとはドメインネームシステムの設定を書き換えインターネットのネット詐欺の一つでフィッシング詐欺の類似手法 DNS とはインターネット上のアドレスを人間が読みやすい形式の URL から機械が 扱いやすい形式の IP アドレスへと変換する仕組みで、この設定を書き換えられると、偽のウェブサイトに導かれる。偽の DNS への誘導という手口もある。偽のウェブサイトに誘導することで不正な情報を得ようとする点では、フィッシング詐欺に似ているが、より自動化された詐欺手法である。フィッシング詐欺では、 積極的に無差別送信された迷惑メールによって一連の詐欺行為が開始されるが、ファーミングでは不正なスクリプトをウェブページに仕掛けることで自動化されているため、被害規模も大きくなる可能性がある。フィッシング詐欺の英語表現が、ソフィスティケーテッドとフィッシングからフィッシングが合成されたように、ソフィスティケーテッドとファーミングからファーミングという語が作られたと考えられている。 農業では畑に種をまき、あとは収穫を待つが、このファーミング詐欺でも設備を揃えて実行するだけで、あとは作物の収穫を待つだけ、という点が、この名前の由来である。ファーミングは2段階よりなる。DNS の書き換え偽画面での個人情報の入手、コンピュータウイルスを使った動詞の犯罪も、ブラジルなどで確認されており、インターネットバンキングサイトに接続したとき、 振込等の操作を行うのに必要な ID とパスワードの入力を盗み読んだり、ID とパスワードの確認を求めるダイアログを表示して誤って入力させるものが発見されている。ファーミングされると DNS サーバーの IP アドレスが偽物に書き換えられ、特定のウェブサイトにアクセスできなくなったり、妙なサイトに接続されたりといった現象が発生する。これは、 プロバイダ接続とローカルエリア接続の2箇所の DNS の IP アドレスをプロバイダ推奨のものに直すことで回復できる。セキュリティ専門家によってファーミングという用語の使用については意見が異なる。例えば、あえて別の詐欺行為に分類する必要もないという意見がある。アンチ・フィッシングワーキンググループが開催した会議においてフィリップ・ハリム・ベーカー氏はこの用語を 銀行に新しい種類のセキュリティサービスを買わせるために作られたマーケティングの造語とし、ファーミングで経済的被害を受けた事例は一つもないとしているしかし自動化されより被害が大規模になりやすいと考えられるため利用者だけではなくサービス提供元にもそれ相応の対策が求められるという考えもある自宅から Web アクセスする個人の多くが ブロードバンドルーターを経由してインターネットに接続しているが悪意を持つクラッカーによって作成されたウェブページに BB ルーターの設定を書き換えるスクリプトが埋め込まれていて知らずにこういったウェブページにアクセスするとブラウザの DNS アドレスが書き換えられてしまうことがあるそのページをウェブブラウザが読み込むと初期設定のままのパスワードを使ったスクリプトがブラウザによって実行され DNS サーバーの IP アドレスをクラッカの用意した偽の DNS サーバーの IP アドレスに書き換えようとする。BB ルーターの初期設定のパスワードがメーカーごとにほとんど同じものが使われていることを利用したもので初期設定を別のパスワードに変えていれば危険はない。DNS サーバーのアドレスが書き換えられた後は従来のファーミングと同じく偽のウェブサイトに誘導される。 DNS サーバーの IP アドレスを元に戻すという回復法も同じであり、BB ルーターのパスワードを変えることも必要である。日経ネットワーク2007年4月号、ドライブバイファーミング。ありがとうございます。